はい、今日は7月の9日夜9時12分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ニャリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日はいつも3年前から私が調査をしております大東市のゴミ収集問題の料金についての調査ですね。この問題何回かね、3年前には大東市の役所の門前でこの問題をね、看板にして、そして1時間ほどスピーカーで役所に向かってアジ演説をやった、この動画がね、一番最初の方に少しだけ流れていると思うんですが、これは1年半前ですかね。さあ皆さん、今日ね、以前から言っておりますように、この大東市の金額を査定するにはね、大東市と同じような人口、そして世帯数ですね、これの市町村のところに行って、その町の家庭内ごみがどのような料金で入札されて、そして業務が行われているか、その金額ですね、これ門真市がね、本当にね、もうほとんどと言っていいほどね、同じぐらいな世帯数と人口なんですね。この門真市、今日ね手にしてきたこの門真市のね、公文書、これそうですね、門真市ねの公文書、開示請求したのは直近入札で行われた直近ですね、一番近くで行われた入札の結果表ね、その金額、さらには世帯数ね、そして事業と世帯数と事業系と世帯数ですね、そして人口の分かるもの、そして入札金額の分かるもの、車の台数、このように開示請求をしていたものが、今日のね3時に行ってもらって帰りました。さあ、その門真市の人口が約12万、約とではないですね。ここにね、ちゃんとね、正式に6月1日現在と出ていますね。この門真市の人口、ね、正確に提示して、これ公文書としてね、出ております。人口が12万、とんで13名。男女合わせてね、男5万9000トンで97名、女性が6万トンで916名、ね、ということは1000人ぐらい女性が多いということですね。59万と、あ、5万9000人と6万人ですからね、全国的に女性の方が多いんではないかなと思われていますね。そして日本人がね、男性が5万7303名、女性が5万9324名、ね、この女性の方が約2000人、門真市は多いわけなんですね。そして外国人ね、つまり在日ではありませんね。これ外国人というものは国籍が外国の人ですね。これが男が1794人、女性が1592名、合わせて3386名となっているんですね。このようにね。そしてね、その混合世帯、要するに1世帯で
2人の世帯主がおるというようなね、今後世帯が531世帯あると。ね。そしてこの中にこのようにしてね、全てが出てきております。ね。正式にね、このようにして公文書としてね、出されてまいりました。そしてこの家庭内ゴミを収集するね、業者がね、1,2,3,4,5,6,7,8 業者ね、ここに8業者ね入っていますね。8業者何台、これがね1業者で一体何台で家庭内ゴミ収集を行っているかというと、1業者で1台しか入っていないところがあるんですね。これはおそらく地域的に少ないところ、1台の入札で、ね、1台、そして多いところで4台なんですね。大概多いところで4台です。例えばどういうことか言うの、1業者が1台、そして2番目の業者が4トン車が1台に、3トン車が1台に、2トンダンプと2トンクッカーが1台ずつ。ということは4台ですね。そして3番目が4トンクッカーが1台に、2トンクッカーが3台ということは4台ですね。そして4番目がね、2トンパッカーが3台、そして2トンダンプが1台、これも4台ですね。さらにもうね、5件目が2トンパッカーが2台に、2トンダンプが1台ね、ということはここも3台ですね。次もね、7番目、これが2トンクッカーが3台に、軽トラックが1台。さらに8番目がね、1,2,3,4,5,6、7番目ですね。7番目がね、4トンクッカーが1台に、3トンクッカー2台に、軽トラックが1台。ここ4台ですね。そして8番目がね、ダンプ、4トンダンプが1台、2トンパッカーが1台と、このようにしてね、業者がね、8業者入っているわけなんですね。ですからこれを全部足していきましょうか。4の8の4の7、8、9台、12台、13、14、15、16、16の19、20、23、26台。門真市は26台で走っているわけなんですね。このパッカー車とね、車。家庭内ゴミですよ。ね。これ事業系は入っていないんですね。ということは、大東市はね、35台。この35台使用されている。ね。この門真市は家庭内ゴミだけで、ね、今言いました26台、25台ですかで走っている、ね、ところが大東市は事業権も入れて35台なんですね。この門真市も、ね、東大阪市と同じく事業権は単独で、業者がこんにちは、うちは企業系のゴミを収集している業者なんです、よその業者が月に1万円で取っているのであれば、私ところは9000円でね、賄いますけどどうですかと言って、昔からね、このようにして営業して自分の得意先をね、拡張していった。ですから事業経費はこの家庭内ゴミには入っていないわけなんですね。ところが大東市の場合は、大東市役所の環境課がこの事業経費のまとめもやっているわけなんですね。この事業経費、約1900件ある事業経費を大東市がまとめて、請求書も集金も大東市が行っているわけなんですね。ですからよその市町村のように事業経費が別だということはないわけなんですね。よその市町村では事業経費は単独で、業者が一件一件各町に回って、そして集めて、当然その焼却するところのね、焼却炉はその市に貢献している企業ですから、家庭内ゴミと同じところで焼却されるわけなんですね。
そして事業計は現在門真クリーンセンターでも1キロ9円。これは東大阪でも9円なわけなんですね。これは事業者、事業計の個人的な企業がパッカー社の分を払うわけなんですね。ところが大東市の場合は違うんですよ。役所が請求して集金しますから、その役金額も大東市が支払うわけなんですね。業者が支払うわけではないんですよ。ところがこの門真市や東大阪市の場合ですと、事業計、ね、一般廃棄物ですね、会社から出る廃棄物はこの収集していく個人の業者が焼却代金を払うわけなんですね。ここに大きな違いがあるわけなんですね。とどう違うかといったら、大東市の場合ですと、ただ車と人だけ集めていたらね、事務員も誰もいない、社長はすることはありませんから、自分で計算して市からね、毎年金額が指定されて決定しますから、随計で契約されますから、1億円なら1億円、それを割ってね、900万ね、要するに900万の請求書を大東市役所に出したらいいだけの話なんですよ。ね、そして年間ね、1億円ちょっと。ところがこの大東市の場合ですと、35台で産業者毎月1億2000万円を請求しているわけなんですね。さあ、この門真市から出されてきたこの公文書ね、ちゃんとね、このように分かりやすいように、このようなに書類をね、ちゃんと整理してくれていますね。 1,2,3,4,5,6,7,8 ね、このようにして番号ね、打ってくれていますね。これが何の番号かと言いますとね、コース表、1台のナンバーの車はどこどこを回りますよというね、このコース表ですね、町名が入ったコース表ね、このようにしてね、コース表ってありますね、コース表、ここへ出ていますね、コース表とね、このコース表がなぜ必要かというと、入札の根本的な基本中の基本になるわけなんですね。ということは、この1番目の1号車といいましょうか、1号車が回るところには何世帯があって、そして何人の人が住んでいて、そこに出される毎日の家庭内ごみね、1週間2回ほど、どこでもほとんどそうですね、月曜日と木曜日、火曜日と金曜日、そして水曜日などにはね、燃えるゴミの資源ゴミですね、例えばリサイクルゴミ、ペットボトルとかね、鍋とかやかんとかね、そしてフライパンとか、燃えない日ね、資源ゴミ、こういうのをね、集荷する日が組まれていてね、それも金額に全て入っているわけなんですね。そしてこのコース表にはこのようにしてね、ね、ちゃんとね、何号車はどこをね、例えばこのね、番号はこのようにしてね、どこからどのように回りますと、このね、マーカーでちゃんとされてますね、このようにしてね、入ってますね、赤いね、ボールペンで全部このように回りますということが全部一台一台にこのついているわけなんですね。ところが大東市にはいろはのいのコース表が60年間提出されていないんですね。今もないんですよ。これがなかったらよその業者来ても見積もりができないんですね。おそらくね、この大東市の産業者はゴミ収集のね、見積もりが
できないんじゃないかなと思われるような業者思うんですね。なぜならば役所が家庭内ごみ資源ごみの合わせた金額が9億3000万円年間9億3000万円です。ね、さらにはリサイクルごみペットボトルや新聞などの収集ですね、リサイクル。これが2億7000万円。ね、合わせて1億、12億ですね。12億円が毎年、このゴミや、ね、ゴミ収集業者に支払われている。ね、そして、この大東市は、正月やお盆休み、連休、ね、休日の日に収集する金額は、またプラスになっているんですね。このようにしてね、年間、ね、勘定したところが、毎年、この大東市のゴミ収集業者は、3社、パッカー車35台で、12億円ですよ。ね。これに、焼却料がいりますね。東大阪の水灰ゴミ焼却場に持っていくわけなんですね。この焼却場に払っている大東市の金額が、5億7000万円なんですね。さあ、12億と、ね。5億7000万円を足さないといけないんですね。ゴミ焼却、収集、焼却まで入れてそうですから。ね。そうした場合に、約18億円ですよ。ね。18億円。これが、ゴミを集めて、焼却する金額を、市民の税金として、大東市は、出しているわけなんですね。ところが驚くことにプラスまだあるんですよ。ね。どのようなことかと言いますと、7、8人が環境課におるわけなんですね。この環境課の職員の給料、この17億18億円にプラスしなければならないわけなんですね。そうした場合にざっと出されている数字を計算したところ、門真市は世帯数ね、6万世帯、大東市は5万7000世帯の人口は同じような12万、大東市が13万人、あまり変わりませんね、1万人ぐらいは。ね。ところが、この、ゴミ焼却に使われている金額を精算してみたら、門真市のパッカー車の1台1ヶ月の運賃は、なんと、140万円ほどなんですね。1ヶ月、1台が。ね。大東市のパッカー車の1ヶ月の運賃は、400万なんですね。計算しても勘定合いませんね。門真市はパッカー車1台3人乗りで約140万円。大東市は同じ3人乗りで400万円。どのような勘定したらね、このような金額になるのか。その起案書が、大東市専門の起案書がないんですね。しかし、この、門真市は、
ちゃんとその起案書までつけてきているんですね。そらそうでしょう。入札するのに、ね、起案書を何をもとにして、その金額を出すのか、ね、積算して、そしてその起案書をもとに積算したものを表題として入札を行い、その予定価格に、ね、近い方、それより安い方が落札するわけなんですね。ですから、このようにして、ね、まず、ここにね、出ていますように、このちゃんとわかりやすいように書いてくれていますね。まず、一番上が、契約起案書、ね、契約起案。そして、二番目が、ね、これが二番目に記載されているのが、入札結果、ね、入札結果と書いてますね。入札結果表。さらに、3番目が、どのような積算で計算されたか、積算書って書いてますね。これすべて、ね、3つが揃わないと入札はできませんね。ところが、大投資は、この起案書、誰が計算したのか、どのようにして作って、このような途方もない金額になったのか、起案書が出てこないんですね。私が求めたところ、その起案書をこの前だ、ね、出してきましたね、大東市が。平成18年ですよ。しかもそれの、ね、起案書として精査したのが、北海道札幌市、ね、青森の、ね、秋田市とか、そういうね、途方もない仙台市とか、東北の同じような10万、12、3万から15万世帯あ人口のところの金額を元にして査定したと出しているわけなんですね。ところが、この直近である都会の隣の大東市の隣門真市なんですよ。ここで、このような査定がされて、ね、金額で入札が行われて、しかも、一業者で3台、4台ですよ。ということは、3台、4台であれば、大東市も、ね、3社で35台、これをね、8社、7社、8社で割ったらどうなりますか？ね、この8社で割っても、ね、35台割ったらいいわけでね、この、倍にしても6業者、7業者で、ね、5、7、ね、例えば7、5業者入っても1社で5台、ね、5、7、35、7、5、7業者入ったとして、ね、それでも5台ですよ、1業者で。ね、ところが大東の場合は3業者で35台なんですよ。濡れてに泡どころではない。ね、濡れてに大森の小山ができるぐらいの、大山ができるぐらいの、ね、金額が盛られて、業者に与えられているわけなんですね。これを私はね、いつわかるかな、ということで、3年間、この起案書を求めなかったわけなんですよ。3年前に開示請求で大東市のゴミ収集の金額が途方な金額で行われている。だからこれを私は東坂市長や議員の連中に、大東市の市民のためにも入札を行ってください、このように要望書を提出したんですね。しかし、3年前に大東市は何も行動を起こしませんでした。さあ、去年ですね。この去年に、また4月になって私が開示請求をしたわけなんですね。そして、同じような、当然そうですね。1年経って途方もない違う問題ではないですね。同じような金額がまた公文書として出てきた。ね。そして去年も
また東坂市長や17名の議員に対して大東市の家庭内ごみや資源ごみのこの業務を民間の入札にしてください、このように要望したわけなんですね。それでも大東市は動こうとしなかった。そして今年3月にまた同じように随計で3社と契約したわけなんですね。そして私がまた3度目の開示請求をして大東市から入手したその金額は1000万円上乗せされているわけなんですね。つまり9億2000万円で年間9億2000万円だった家庭内ゴミと事業系ゴミの収集が9億3000万円に膨れ上がっているわけなんですね。ここで初めて私が環境課課長に対して、あなた方は私が今まで開示請求をしなかった起案書ね、誰がこの積算を作ったのか、計算して随計でこのような金額を弾き出したのか、これを出してくださいと私がね、起案書を今回は開示請求したわけなんですね。前回2年間は起案書をね、開示請求しなかったんですよ。それまでこの環境課大東市はしめしめとね、そこまでこの赤い車の堂村慎太郎ボンクラだからね、その起案書あるのにそこを請求してきていない、これでまんまと逃げおせると思っていたらしいんですね。そこで3年目にして私がこの積算9億3000万になる積算書、これはそうですねと、積算書でこれで契約していますね、ならばこの9億3000万になった起案書というのがあるでしょう、何を基本としてこのような金額にしたのかね、大東市のこの起案書っていうのをね、少し読み上げてみましょうかね。このようにしてあるんですね、この起案書に。積算の起案書のやり方に、ここに起案書とあるのはね、当然役所の職員が勤務した時にね、いくらかの金額になるかというのをね、ここへ出しているわけなんですね。つまり役所の職員が仕事をした場合にね、給料はいくらになるかね、そしてその給料の計算方法ですね、ここに出ているんですね、すべてね、出てきていますね。ちょっと待ってくださいね、これなんですね。この起案書のね、計算書がね、出ていたんですね。あ、こちらかな。こちらの書類ですかね。
これですね、規範書出てきましたね。これですね、要するに運転手ね、このようにしてこれね、規範書の運転手が1日いくらかっていうのが出てるんですね。この1日運転手ね、単価出て運転手2人で数量金額、ちょっと待ってくださいね、5年の内訳ここへ出てますね。パッカー車運転手ね、2人で2万8426円と出てるんですね。2人で。それは何を記算かというと、ね、この金額の内訳は、大阪府公共工事設計ドーム単価となってるんですね。ここに。ね、これが、要するに助手ですね。あのゴミ袋を集めて、パッカー車に積む。その、あれが4人で、ね、1万8700円。ね、要するに単価1人1万8700円、4人ですから、ね、この大阪府公共工事設計労務単価となって、それを別紙3号内内訳参照としてね、金額を全て大阪の基本として、それをもとに単価が計上されているわけなんですね。これが規範書なんですよ。そしてその市で、ね、これが基本ですけども、これでは安いと思ったら500円、1000円なりがアップされて規範書として作られていくわけなんですね。そして1人運転手いくらね、そして助手がいくらということがね、そこにはこのようにしてね、数量運転手一般ですよ、1人1万7600円1日ですね。これ1万7600円、どこから弾き出しているかというと、大阪府公共工事設計労務単価、ね、このように出ているわけなんですね。パッカー車のね、金額ですね。このようにして出てくるわけなんですね。そして、燃料、ね、燃料がリッター、ね、数量29.5、ということは29リッター使うと。ね。単価は128円。ね。このリットル、軽油ですよ。軽油で使った場合。ね。ところが、ガソリンは違いますね。ガソリンで使った場合はまた違う金額。パッカー車、ニタル車に、ね、日当、起算すると、ね、その損権と、全部このようにして、ね。軽油の燃料と、そして、ガソリン車との値段ね、今いくらぐらいですか、152円ぐらいですよね、変動がありますからね、それをだいたい155円ぐらいで制定してるわけなんですね。このようにしてこの規範書をもとに年間の毎月の金額を人件費と、そして車の消耗費ね、ガソリン代、さらには車庫代ね、そして従業員の給料いくらというのはここに出てますね。大阪府の労働基準のその金額をもとにして規範書が作られて、それをもとにね、門真市は門真市の査定をして、大東市は大東市、東大阪市は東大阪市、大阪市は大阪市で単独の規範書を作って、そして金額を決めている。ところが大東市は途方もない、この規範書がないと言うんですね。ならば何をもってこの金額を査定して積算書を作ったのか、そういうことになりますね。これを問いだ出したところ、環境局の環境課ですね、課長、回答できないんですね。なぜできないか、簡単ですね。環境課で積算をしていないんですよ。だから説明ができないんですよ。私に質問を受けても。そうでしょ？自分の課で積算をして規範書をもとに積算したのであれば、ね、当然、いやいや、この積算書でこのようになって、これをもとに、ね、いや、規範書をもとに、この規範書をもとに積算書の金額がこのようになっているから、ここでね、随計を行ったんです。このように説明できるはずなのに、
治安署がないから環境界来た時にはもう積算書だけが来るわけなんですね。これで随計しなさいと。つまり治安署は総務課が持っているわけなんですね。もう総務課でその治安署をもとにこのような金額を積算書を作って環境課へ持ってくるわけなんですね。だ環境課はそれを金額をもとに産業者と随計を40年間も50年間もね繰り返してきた。さあ7日の日、今から3日前ですね、隣の市場縄手でね談合の事件だとして今テレビや新聞が騒いでいますね。この市場縄手に大東市のゴミの業者が会社の名前を変えて一社入っているわけなんですね。これも私が市場縄手に行ってね全部市場縄手の積算を上げてきているわけなんですね。さあそこにまた市場縄手でもコース表がないわけなんですね。おかしいと思いませんか。このコース表と世帯数とゴミの量がね入札の時に業者に実はこのコースには何件の世帯数があって何人の人口市民が住んでおります、ゴミのトン数はこれだけです出したら全ての業者がそれをもとに計算してね金額を出してくるわけなんですよ。ところがコース表がなかったらね落札してもどのようにして回るんですか。回るとこ分かりませんね。よその業者が来て新しい業者が来たらねコース表がなかったら回りようがないですね。あのよくね町に回ってくる廃品回収の軽4のトラックがありますね。ゴミの出されているところを回ってきて新聞がねゴミと一緒に出されてそれを拾って回る、それと全く同じようなことに同じとこをぐる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 回るね、違うとこ道わからないからねどこにゴミが出されているかわからない、このような状況になることを大東市の業者と役所は目論んでいるわけなんですね。今時の車ナビついていますね。このようにしてねコース表がね何々町のコース表というのが作られて出されたらねどこの業者が来てもねこのコース表に書いてあるところを回れるわけなんですね。これを出さない作らないところに皆さんおかしいと思いませんか。つまりよそのものが来て落札してもこのコース表がなければ金額は出せても落札しても回り方がわからないようにしているんですね。このような姑息なことをやっているんですよ。このコース表を作ろうと思ったら1日でできるわけなんですね。なぜならば毎日回っているパッカー車の運転手に地図だけを渡してね住宅地図を渡してあなたが回っているコースのねここを道路をねこう赤いマジックでねマーカー入れてください、これでコース表ができるわけなんですね。35台で回っているならば35枚のコース表ができるわけなんですね。これを出させようともしないし出そうともしない、隠蔽している、こんなことがねいつまでも続くと思っているんでしょうね大東市は、ね、このようにしてね皆さん市民が知らなかったねザルのように業者にパッカー車の代金、よその町ではね業者が必死になって節約しながら人件費を削りながらね
頭を下げながら、そしてゴミ収集をやっていて、1ヶ月140万円。ところが、大東市は1ヶ月400万円。さあ、大東市、何か匂いませんか？40年も50年も、随景をやって産業者を温存してきた。なんと、表に出たときに、この大東市のゴミ収集の業務がどのようなからくりでこのような金額になって長年産業者に支払われてきたのか。ね。私のところにね、たくさんな投書が来ているわけなんですね。この投書のことは皆さんには今まで発表しておりませんね。ちょっとしたことがありますかね。以前に大東市のね、これも匿名で来たね、オートパックいうのがありますね。今、感謝でね、物事を運んでくる、これですね。これ、レターパックというんですね。これはオート宅配。ね。これですね。この、同じく、ね、昨年の9月の6日3時半に私の家に宅配された、これね、レターパック。ね。そして、これですね。これが昨年の7月に届いた、ね、何が入っているか。このようなものが入っているわけなんですね。私に対して、ね、大東市の、ね、ゴミパッカー社についての、ね、内部告発なんですね。報告書としてあるんですね。読んでみましょうか。ね。昨年の7月の1日に来た報告書と書いてあるんですね。これ報告書。ね。これ。そうですね。残暑厳しい状況でありますが、日々活動に尽力される姿に敬意を表します。早速ですが、大東市のゴミ収集体制について、契約は1年契約の指名競争入札で、確実に既存業者が継続的に取れる状況であります。ただ、裁判にて大東市議会議員、三代氏が訴訟するも、随意契約の違法性は認められないとの判決が出ております。さあ、ここなんですね。三代という議員がいるわけなんですね。これがどうも、これを10年ほど前に、ね、裁判所に随刑はおかしい、と言って、告発したらしいんですね。ところが裁判所は、ね、随刑する意味がある。このような判決を下したということが書いてあるんですね。さあ、ここなんですよ。この三代議員というのは今でも現職なんですね。裁判所へ提出した書類なんですね。皆さん、裁判というものは論より証拠なんですね。例えば私が行っている、ね、同じような門増しや大阪市や東大阪市の積算書とさらには起案書と入札結果表を証拠書類として参考書類として裁判所へ付けて出したら、東大阪市は1台1600万円、門真市は1400万、いや、ごめんなさい、ね、1ヶ月、ね、年間にしましょうか。年間にして、東大阪は年間1台ですよ。1500万円。門真市は1400万円。ね。そして、大阪市も1500万円1台ですよ、パッカー車。ね。1500、年間。ね。
東大阪市が1600万、そして大阪市が1500万、門真市は1400万、大東市ときましょうか。大東市4000万。裁判所へ出したら、どのような判断しますか？判事は。この三代議員が裁判所へ訴えたときに、そのような裁判官が見て、精査する書類が提出されていないわけなんですね。一社ぐらい、どこかの、ね、隣しか、どこかのものを、おそらく私が思うに、使用の当てのものをしたんじゃないかなと思うんですね。使用の当ては、全く同じような随形でやられているんですよ。コース表もないんですよ。そして、このコース表がないことさえも、三代議員は、ね、裁判所へ書類として出していない。ならば裁判官など分かるはずがないですね。何をもとに、ね、随形、その随形のやり方がこの前ちょっとお読みしましたね。随形理由というのですね。笑いましたね、この前読み上げて。つまり大東市は、この産業者は、ね、昔から、昭和38年から大東市のゴミ収集業務を行っており、ね、地域にね、従事していて、そしてお客様からのね、クレームもなく、事務所も保管して、さらには役ね、社員もね、すべており、車も所有していて、何のトラブルもないために随形としております。これが理由なんですね、随形の理由。ところが、私は東大阪も随形があった。この随形の理由をこの前お伝えしましたね。東大阪の随形の理由は、ね、平成24年、ね、24年に随形したのが、なぜ随形にしたかというのは、今まで、ね、各家庭の汲み取り、ね、トイレの汲み取りを業者が行っていた。ところが、その汲み取りが、現在、浄化槽設備や下水道管理ができたために、もうその仕事がなくなる。この仕事をなくすためには、ね、今までその業務を行っていた業者、ね、辞めてもらうためには、ね、市が排水口、排水管や、浄化設備を行ったために、もうその汲み取りの業務はなくなる。だからこの仕事を辞めてもらうために、車1台について5000万円、ね、保証して辞めてもらうことを協議した。ね、役所とその業者と。ところが業者の方は納得いきませんね。業者は1億円欲しい。ね、ここで我々はね、従業員もおる。こうして辞めるのであれば、従業員の保証もしなければならない。だから、ね、1億円ください。ところが、決裂しますね。業者は1億円欲しい。役所は5000万円しか出せない。ところが、協議して。ならば、家庭内ゴミあるでしょ。ね。この家庭内ゴミを役所から我々、今まで汲み取り業者として仕事をしてきたのに、このね、保証が1億円出せないのであれば、その家庭内ゴミの収集を私たちの従業員もいますから、私たちにパッカ車買い替えをしますから、やらせてください。さあ、役所の方も、それならば同じ公共工事でね、仕事を与えて、たとえ利益がね、10万円でも出るのであれば、それでね、協議してくるのであれば、ということで、随形を行ったわけなんですね。ところが、この随形の金額は、東大阪は広いですから、ね、他のパッカー車、ね、60台ある中で、ね、40台のパッカー車の平均金額ですね。入札を行っていますから、1台、1600万、1700万円が平均的、ね、入札の結果です。なった場合に、ならば1台
1年間1700万円で契約しましょう、随契しましょうということで、これが随契の理由として掲示されてきたんですね。さあどちらが随契の説明で正しいか、一目瞭然ですね。このようにして裁判を戦う時にはね、真面目な議員、勤めた議員がね、裁判をしようと思ったら、その悪性を暴こうと思ったらね、何も知らない裁判官が比べる資料を2件でも3件でも多ければ多いほど提出したら、該当種の随契の金額が予想は1700万でね、すべての3つの4つの市町村が1700万でやっているところに該当種の4000万円が提示されたら、さあ裁判官はどのような判断をしますか。ここにこの当初はね、このようになっているんですね。行政は長年無駄でしかない大金を税金より支払い業者の私欲を満たし狂わせていると資料されます。このようにね、この当初は来ているんですね。気づいているわけなんですね。裁判では議員が裁判したけども、裁判では随契は正しいと認められてるけども、市民としてはおかしい、おそらくこれはね、環境課か、これに追随した職務についているものが私によこしたものと思うんですね。とんでもない金額が業者に与えられている。しかし裁判をしたけども、裁判がこのような判決だったから、大東市は随契にしているんです。堂々と胸を張っていたわけなんですね。さあ胸を張っていたら、張りすぎたら後ろへ倒れますに、私が後ろへ倒ね、ちょっと押して後ろへこの業者を倒してあげましょうね。物事には調査、そして証拠ね、これは全て公文書、これが大切なんですね。ただ誰かが書いたかわからないようなね、誰がパソコンで売ったかわからないような、これの中身、誰が売ったかわかりませんけど、私宛にね、最後にね、ドームなどの応援隊と書いてありますね。このように書いてませんか、一番下に私宛の応援隊ね、内部告発なんですね。これはですから、私はね、目に見えないこの人たちのために、大東市民のためにね、この産業者、私はね、業者はどこでもいいんですよ、仕事をしてくれるんであれば。そうでしょね、みんな仕事は欲しいわけなんですよ。ですから別にね、大東市の産業者が悪いわけではないんですよ。これはどこが悪いかというと、行政なんですよ。市長であれ、議員であり、職員なんですよ。ね、業者はそうでしょ、仕事があって生活できるんですから、どこでもいいわけなんですよ。ね、例えば1500万円のパッカー車1台でするんでしたら、どこどこが同じ入札をしてやるんですから、業者は同じ仕事をして、同じルールを守るんですから、法的に契約書に書いてますから、違うことをするんではありませんね。同じルールで仕事をするんですから、業者はどこでもいいわけなんですよ。この産業者でもいいわけなんですよ。まともな入札が行われてですよ、このようなどんぶり勘定で、とんでもない金額が産業者に与えている、その与える方の行政が、計算も知らずに、そして40年間も50年間も産業者に与えている。さあ、この3日前に、地上のあてで、談合だ。一社が流れん。ね。公務の業務委託を受けていたから、それが談合だと言って、大阪府警本部、特捜部は今捜査していますに、ならばこれは大東はどうですか？たった1億1000万と出てるでしょ？これ、12億、20億の話なんですよ。随契が。
しかも40年間も50年間もですよ。これを放っておくのが大阪府警本部の特捜部の連中ですか。私はそうは思いませんに。さあ大東市の市会議員の皆さん、東坂市長、さらには大東職員の皆さん、あなた方が今まで40年間も50年間もどんぶり勘定で与えていたよその市町村より3倍も4倍も大金の税金を湯水のごとように与えていたこの行政、私が何とか試行錯誤してこの行政の強制を求めてこれから邁進しようと思っているんですね。そして明日私は和歌山に行ってまいります。明日土曜日ですがね、このなぜ明日私が行くのかね、今日はある役所の選挙管理委員会に、和歌山のね、ある市の選挙管理委員会に電話を入れましたね。どのような電話かと言いますとね、公職選挙法、これが昨年の9月に変わりましたよ。その中でもっと変わっている、公職選挙法に触れない方が変わっているものがありますよ。それは何かと言いますと、地方自治法ね、ここに地方自治法のね、施行が変わったんですね。法がどのように変わったか、政令が変わったかと言いますと、発令昭和22年4月の17日法律第67号昭和22年といった私の生まれた年ですね。最終改正令和3年6月18日先月ですね。号外法律第82号改正内容、令和3年6月18日号外法律第82号令和3年6月23日付で変わりました。どのように変わったか。第92条の2、普通地方公共団体の議会の議員は当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の 無限責任社員、取締役、執行役員、もしくは監査役、もしくはこれらに準ずるべき者、支配人及び清算人たることができないと変わったんですね。さあ、これをした者には失職条件となったわけなんですね。これをある和歌山の選挙管理委員会に電話をして、この地方自治法第92条の2、これを印刷コピーして各議員会派に巻いて議長に渡しておくように、後日私がその役所へ、あなたの課に議会事務局を出向いてまいります。このように連絡したわけなんですね。さあ、このようなことをなぜ送ったか、これから調査に和歌山に明日出向いてまいります。それではまた明日、皆さんこの報告をお送りしましょう。こんばんは、これにて失礼します。ご清聴ありがとうございました。